ラバーチェ。今日はフリッタータ作りますけど、こういうものってこの縁が貼り付きやすいですので、ちょっとこういう貼り付いたものをちょっと剥がしたりとか、例えばクリームをこう塗ったりとか、手の一部のようにね、本当にあの指先がこう延長、そんな感じのあのヘラなんですけれども、この曲がり具合がちょうどいいんですよ。これはフレキシブルのヘラの中くらいの中の大きさですけれども、これも手の一部のようにとてもこう取りやすいですね。適度なしなり具合と、適度な強さがありますの で、この先端が薄くなってます。だから物とこの下の台の間にスッとこう抵抗なく入る。身が壊れやすいものはその大きめのヘラを使っていただくと、上手にひっくり返したりね、すくい上げたりできます。これが細いとね、ちょっとやりにくいですよね。こういう大きなものを身を崩さずにまっすぐに持ち上げる、そういう場合にはでこういうあの大きめのヘラで作っていきたいです。ラバーチェ、今日はあの絹さやを茹でますけれども、これはあのインゲンでもそら豆でも何でも結構、パスタでも同じことなんですけれども、ちょうどいいな、いい色になったなと思ったところで、1回もしくは2回ぐらいで全てが上がらないと、あのゆだりすぎて一番あのいいタイミングを逃す。で、あのこれは揚げ物をすくう時にもとても便利なんですけれども、一挙にとにかくこう無理なく引き上げることができる。それはこの形に秘密がありまして、ちょっとこう湾曲してるんですね。でこの形のおかげで一挙にすくうことができます。ラバーチェ。では、このブラックスプーンがとても炒め物にも便利だし、あとサービングスプーンとしても便利ということをあのご紹介したいと思いますけれども、かき混ぜるのにね、とても便利ですね。これもやはりこの手が短いですので、自分の自由に。これを、お皿に盛ります。この時もこのブラックスプーンを使っていただくと、とてもこうやりやすいんですね。とにかく使いやすい。それからこのドレッシングですとか、最後に残ったこういう汁ですね、こういう汁もこれが浅いことによって上手にこうすくってかけることができます。このブラックスプーンはあの私はいつもこうお箸とセットにしてサービングスプーンとして使います。各自取り分けるとか、キッチンでも炒め物とかにも使えるけれども、テーブル上でも使える、とても便利なスプーンなんですよ。ラバーチェ。この水切りかぶは水垢が溜まったり汚れたりっていうことはないんですね。で、こうやって洗ったものを並べていきますと、斜めのスロープのところからお水が流れて水が溜まらない。だからぬるぬるがないんですね。いつもこう清潔に使っていただけると思います。でこちら の、 あのポケットが横長で、ちょっとあの従来のものは大抵深いもの多かったんですけれども、こういう長いお箸がね、スッと置けますね。で長い包丁とか、縦長ですとひっくり返って危なかったりしましたけれども、この横長にしたことによってとても安全できちんと水が切れるようになります。
ました。こちらのスポンジね、スポンジはすごくこう手に気持ちがいいんですね。ですのでお茶碗でも皿でも洗っていて気持ちがいいスポンジなんです。白と黒と赤と3色、作ってますけれども、どのスポンジもこう長く使える、それから手の形にこう非常にフィットする、これはとても皆様好評いただいているものです。ラバーゼ、このバットは本当に基本的に必要な、道具なんですけれども、今ご覧のようにいろんなことに使えるんですね。でこれをですね、全部冷蔵庫に入れたいという時はこうやって全部蓋をして、でこれをどんどんこう重ねていって、でこのまま冷蔵庫に入れていただくと小スペースで収まりますね。このバットは実はオーブンウェアとしても使えるんですよ。でこちらは、マリネをしておいたチキンですけれども、でこういう状態になってますね。これをこのままオーブンに入れます。では焼けました。表面がカリッとこんがり美味しそうに焼けてます。バットの材質がですね、とても厚いですので非常に頑丈なんですね。それでこうやってオーブンウェアとしても使うことができるんです。ラバーゼ、こういう小松菜とかほうれん草っていうのは茎と葉を分けておいた方が後で調理するときに楽ですので、こういうふうにしておくと一挙に先に茎を取り出して後から葉っぱを取り出して炒めたり茹でたりすることができますよね。お米を研ぐときにこのボウルとザルがすごく便利です。この網がとても分厚がよくできてますので、お米が散らかることもなく水切りがすごく早いですね。